こんばんは、ペリティです。電車のホームにさ、たまに鳩がさ、迷い込んでくるときあるじゃん。おばちゃん最近感じてんだけど、なんか鳩を嫌がってるっていうのも、なんか鳩を怖がってる女性の人も男の人もなんか増えたなと思って。あ、鳩だってみんな思うじゃん、ホームにいると。でもなんかちょっとうわーって、やっぱりなんか清潔好きな人が増えたのかしら。おばちゃんはなんか鳩可愛いなと思うんだけど、ココココココつってココココココって歩くじゃん。でもね、鳩をね、嫌がる人の気持ちもね、わからなくはないのよ。あの、下板橋のさ、あるマンションがあるのね。うちの会社が担当してるんだけど、で、そこで清掃しててね、あの、そのマンションの隣に、なんかビルが建ってんのね。で、ビルって言っても7階建てで、もうテナントさん出てっちゃって、で、建物も古いし、駅からちょっと離れてんの。だからもう長いこと、テナントさんも全然入ってなくて、入る見込みもないのよ。だから、オーナーさんもそのまま放置してて。だからね、もう、ビルの屋上が鳩のね、巣いっぱい作っちゃって大変なのよ。あの、ブルーの色のビルなんだけど、まあ、鳩の糞がさ、もう、どん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 建物の上の方、垂れてるっていうかさ、もう、見た目がろうそくが溶けてるみたいな感じになってんのよ。で、それだけ鳩がいっぱい、まあ、そこに住み着いちゃってるからさ、隣のマンションとか、あと、隣の民家とかもすごいのよ。もう、鳩糞攻撃がもう、いつも爆撃されてて。で、マンションの方にもさ、鳩がいっぱい、なんか寄ってきて、コッコッコッコしてんだよ。だからね、あの、羽とか糞とかでもすごいのよ。で、鳩のさ、糞ってさ、そのまま放置してるともう酸化しちゃって、建物のね、コンクリート部分ね、変色させちゃったり溶かしちゃったりするんだよ。だから大変だから、あの、板橋区の方に、ちょっといろいろ、まあ、こういう状況で何とかしてもらえないですかって、あの、オーナーとかと管理会社が連絡しても、まあ、その、ビルが何もしないとさ、どうすることもできないのよ。そのマンションにはね、もう常に、共用廊下とかに、鳩が20羽ぐらいいんのよ。コッ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 コして、で、運もブリ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 しちゃって。だから、床がもう、とんでもないことになってんのね。でさ、風に乗って、羽とかが飛んできて、建物のさ、隅っこの方にさ、あの、集まっちゃうとか固まっちゃうじゃん。そのね、量がすごくて、あの、90? 袋いっぱいになってもまだまだ、もうすごいのよ。なんか想像しただけでももうなんかちょっと、うってくるでしょ。で、巣も作っちゃってさ、で、あの、お客さんとかに頼まれんのよ。ちょっと巣を駆除してくださいって。でもあの、鳥獣法っていうのがあってさ、鳥獣保護法、あの、勝手に、なんか生き物のあの巣とか駆除できないのよ。で、専門の業者とか、連絡してなんかプリーズっていう状況じゃないとなんか、もう撤去できないから。そうするとお金かかっちゃうでしょ。管理費上がるじゃん。で、巣なんか1個とか2個じゃないのよ。とんでもない数でもうどん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 巣作っちゃうからもう大変なのよ。で、下板橋、あ、ごめんなさいね、あの住んでる方に。ちょっと治安がおだてぃでしょ。だから説明しても、だからって言われてね、勝手に生き物の巣とか、あの撤去できないんですよって言ったら、ええからって言われて。分かってくれない人いいのよ。すごい数で。ええからって。すごいあのね、ええ柄の、柄だけじゃないのよ。ええ部分にも濁点がついてるぐらいの、ええ柄っていう言い方されるんだよ。怖っ。下板橋はちょっとね、パワフルな方が多いかなと思います。あの、気持ちはわかんねえよ。洗濯物干せないでしょ。で、窓開けれないじゃん。で、家族で住んでるところ、特に小さいお子さんとかいる家庭のところはね、もうね、どん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 引っ越しちゃうのよ。でも、もうこれは無理だっていうね。で、そのレベルですごいことになっちゃってて。で、そりゃ、で、そこの家族のお父さんも、ええからって言うよね。気持ちはすごくわかる。たまらないから、周辺のさ、
まあ、住んでる人たちはもう区の方にもガンガン連絡するじゃん。したらちょっとね、そのビルのオーナーが対策して、あの唐辛子かなんかのなんかちょっとなんか活気採取かなんかの成分が入ってるネバネバしたやつをね、ビルの屋上にいっぱいね、なんかあの塗布したのよ。なんかそこになんかネバネバしてて、鳩がね止まるとなんかちょっとピリッてするから嫌がるんだって。で、足にそういうベタベタしたのつくじゃん。それでなんかまあ、隣のマンションとかに逃げてくるでしょ。そうそうそう、そのベタベタさついたまま歩き回るからさ、そのベタベタめっちゃつくのよ。で、そのベタベタって例えばホコリとかさ、なんでもくっついたらそのまま巻き込んじゃうから、建物がもうすごくね、なんて汚くなっちゃうっていうか、もう要はあれ、あのセロハンテープとかさ、ガムテープさ、そのまま放置してるとさ、ネバネバした部分にいろんななんか風に乗って飛来してきたものがさくっついちゃうじゃん。あんな状態で建物の壁がネバネバがもうついちゃうから、その壁にどん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 飛来してきたものがさ、あのくっついちゃって、もう汚くなっちゃうのよ。これがまたね、洗っても落ちないのよ。で、さらに区の方にさ、苦情が殺到するでしょ。いい加減にせえやつって。だから、そこで清掃している人もさ、嫌じゃん。あの、普通の清掃じゃもうなくなっちゃってんのよ。デッキブラシで洗っても落ちるとかそういうレベルじゃない。現場で働いてる人も、会社の方に何とかしてくれって、電話ガンガンかかってくんのよ。いやでも、ちょっと、こういう事情で何とか、やってもらえないでしょうかって言ったら、もう電話で、もう現場の人にも言われんのよ。ええがなって。現場の人にも、ええがなって言われんのよ。何とかしろよって。だからもう、清掃してる方の会社はもう大変よ。住民の人から、だって、調べられてさ、住民の人からもう管理会社とか女に行っても無理だから、清掃の方に電話して来られてももう、もう、無理してた。清掃頼まれてるだけなんで、もうどうにもできないんですよって言っても、お客さんの絵柄でしょ。で、現場の人からも絵柄でしょ。いや、どんだけ濁点よと思うのよ。後発洗浄かなんかでやってみたらどうですかって、あの、理事会かなんかでちょっと頼まれて、いや、それ毎日、やるって言ったら、毎日が特殊清掃みたいな形になって、なっちゃうのね。だから金額もまた全然見直してもらわなきゃ困るし。でも、ね、金額上げてくれないじゃん。で、例えば、その金額を出してもらったとしても、毎日高圧かけると、床とかもう壁とか、あてまダメになっちゃうじゃん。まあ、現実的にそれは無理だし。もう働く人ももうやだやだって言って辞めちゃうから、もう求人募集、しょっちゅうしてて、で、それにもお金かかるわけでしょ。で、理事会はそれお金出してくれないじゃん。で、うち、ちょっと辞めたいんだけど、って言うねえ、まあ、なんて管理会社に言いたくても、ね、管理会社からさ、いろいろ仕事もらってるから、言いづらいっていうのもあるでしょ。3年間ずっとよ。もう、で、結局そのビルどうなったかっていうと、あのね、近くにそのビルのオーナーが住んでて、で、奥さん亡くなっちゃったらしいね。で、お子さんも、もう今一緒に暮らせないみたいで。で、その一軒家を引き払ってなんか千葉かなんかの方に移っちゃったらしいのね。で、そのビルは、もう多分格安だと思うんだけど、ものすごい安い金額で、あの、他の人がもうね、買って、で、全部対策して、後に何もなかったような状態になってる。でも全然鳩いないのよ。いや、この3年間、嘘のように、もうすごく綺麗に、もう匂いもね、うっとくる匂いもなくなっちゃったし。いや、今思えば、ね、思えば尊しですよ。この間ね、久しぶりに行ったらね、いやもう、全然匂いもしないし、あの、鳩の羽とかも全然落ちないし、糞もないし。いやー、こう、嘘のように綺麗になっててびっくりしちゃった。だから、そういうマンションとかに住んでる人とかはやっぱり鳩とかは苦手よね。
このニュースはね、おばちゃんたちの業界でもすごくね、今ちょっとこのニュースはね、おばちゃんたちの業界もちょっと影響があって、物流大手3社が置き配推進、宅配を装う強盗対策、警視庁と合意、宅配業者を、まあ、装う強盗事件が今ね、すごく、続発してて、もう、警視庁と佐川急便、日本郵便、ヤマト運輸の物流大手3社は、受け取り人が望めば対面せずに荷物を届ける、置き配をなんか推奨するみたいなのよ。でね、清掃してる人とかもね、まあ、元から今、挨拶してくれる人って少なくなったと思うんだけど、より増えたのよ。なんでかっていうと、この人って大丈夫かしらっていうふうに思ってる住人の方、特にね、まあ、女性の方とか若い男の人とかがよくあるのよ。キャン嫌だって、もうこの人もしかしたらって思うパターンとかもね、増えたんじゃないのかなって、それがこれと、まあ、結びついてんじゃないかっていうふうに、まあ、協力会社さんとかさ、ね、まあ、違う清掃会社さんの人とかといろいろ話してんのよ。マンションの共用分の、なんていうのかな、住人の人が行き来したり、あと、まあ、出入り口のところに、まあ、防犯カメラ設置してないところって、やっぱり置き配とか、まあ、取られちゃったりするケース多いのよ。そうすると決まって、その日、清掃会社の人、いましたよねっていうふうに言われるときあるのよ。それは、なんていうんですか、うちが取ったとは言えないけど、それで、どういうことですかって聞くと、いや、別に、まあ、どうこうするわけじゃないんですけど、まあ、ここに荷物置いてあったと思うんですけど、なんか知りませんとかっていうふうによく聞かれるんだよ。だから、おばちゃんたちは何も言えないよ。お客さんに。でも心の中は、お前毒中だよって毎日言ってるわよ。言えないけどね。言えないけど、お前毒中だよってね、もうずっといつも言ってるわよ。うん、あとさ、今、ウーバーの人たちって、賃金下がっちゃったでしょ？で、ちょっとお柄が良くない方すごく増えたと思うんですよ。もう、ちゃんとしてる方も多いんですけど、いや、これは明らかに柄悪いぞっていう人も、めっちゃ増えたじゃん。宅配業者の人でさ、個人委託してる人で、まあまあ、制服は着てるけど、まあ、自分の車で、まあ、いろいろ荷物運んでる方で、まあ、お柄が良くない方増えたじゃないですか。今配達関係でさ、まあ、人いないじゃない。だから、いろんな人が入ってきてるのね。だから、宅配業者とかも、例えばおばちゃんがさ、まあ、オートロックのさ、内側にいたとするでしょ。いきなり、なんか、ドアがドンドンになって、え、何？と思って、見るじゃん。ビビるでしょ。いきなり、ドンドン叩くしていたら。したら、宅配業者のその、まあ、個人宅の人が、開けろやっつって。いや、中の住人の方と連絡取って、で、オートロック解除してもらわないと、これ不法侵入になっちゃいますよって言ったら、A 柄って。ね、日本って今なんでそこの A 柄が増えたのかしら。全然柄が良くないわよ。柄悪いと思って。だから A 柄結構多いのよ。もちろんもう、宅配業者の人のもうほぼ、まあ、8割9割もうちゃんとしてるしよ。でも中にはちょっとね、A 柄多いのよ。で、今不景気じゃない。だから、住んでる住人の方でも、ちょっと心が、なんか慌ただしい方とかさ、あと生活追われてる人もいっぱい増えたでしょ、うん、もうその置き配、誰が取ったかよくわからない。もうそういう状況になっちゃってんのよ。だからオートロックでちゃんともう共用部の、自分たちがさ、行き来してるところって、本当はまあ、特に出入りしてるところ、今までさ、監視カメラとか、まあ、防犯カメラ、設置するのを、ちょっと、自分たち行き来してるところは、出入り口だけでいいじゃないっていうところが今まで多かったんだけど、でもね、最近すごく増えてんのよ。その共用部とか自分たちが、入る、マンションのさ、各部屋がもう映るような。あと、宅配ボックスとかもどんどんね、今設置してるしね。でも、おばちゃんね、なんか面白いなと思って。その、例えばマンションのさ、
出入り口とか、防犯カメラめちゃくちゃ設置してても、隣のマンションとかさ、古いところで全然設置してないとこあるじゃん。まあ、そっから入って、で、その、例えばマンションとかさ、カメラ設置してるところの、裏側のベランダ側とかから入ろうと思えば、もう全然映らないで、侵入できちゃうでしょ。そんなところいっぱいあんのよ。柵がもう、胸ぐらいまでの高さしかなくてさ、こんな簡単に越えられるじゃんって建物いっぱいあんのよ。で、あのね、面白いんだけど、マンションのさ、入り口ってオートロックちゃんとしてて、で、出入りできないように見えるでしょ？もう関係者以外は。でもさ、外側に、ちょっと上の方、チラッと見るとさ、自動ドアのさ、電源切るとか設置してるとこあるじゃん。おっしゃれば。簡単に入れるじゃん。元プロと、あ、いや、なんでもないです。まあ、まあね、もしおばちゃんがそういうね、悪いことしてる人だったら、意味ないじゃんっていう建物意外と多いよ。いろいろ回ってて、おばちゃん見て、こんなん簡単に入れるじゃんなんて思うところ、7割、8割あるよ。無駄なことしてるなと思って。あと、人の気配をさ、察知してなんていうの、例えば、自動ドアさ、内側から、まあ、出ようと思ったらさ、そのセンサーに反応して開いてくれとかあるじゃん。そのドアとドアのさ、隙間にさ、例えば定規入れてカチャカチャカチャって動かしてれば、センサー反応したらドア開くんだもん。よく考えてみてそうでしょ、定規なんか簡単に入るじゃん。それでカチャカチャカチャってやってればもう簡単に自動ドア開くんだもん。おばちゃんさ、いろんなマンション回ってて、ここは多分防犯も間違いなく入ることできないっていうのはやっぱりなんだかんだ言ってコンシェルジュがいるところ。ここはもう間違いなく24時間いるところね。もう無理よ。うん。マンションの管理関係でコンシェルジュの人も高齢の人増えたじゃん。それで夜から深夜にかけてさ、コンシェルジュの人もさ、警備の人と交代するでしょ。で、代わりに、まあ、入口のところで、まあ、座ってる人もやっぱり人手不足でおじいちゃんとか多いじゃない。やったるでっていう覚悟で入ってる人がすればもう、まあ、全然楽だわっていう人もいるからね。要はお金持ってないのが一番よ。うん、お金持ってないのが一番だと思う。マンションってさ、警備異常が発生した時って、それが、まあ、センサーが反応して、で、警備会社に連絡するでしょ。異常を発信するのよ。それで警備会社に連絡行って、警備の人が来るっていう感じでしょ？要は、異常さ、発信させなきゃいいじゃん。だから警備の、カメラ、ね、スタンガンパチって中入って、ね、オートロックのところ、で、まあ、電子キーのところだったら、スタンガンパチって、ね、警備関係の、まあ、その、配電盤とかさ、もう下がバチ。簡単だもん。いや、おかしなことにお金かけてるなっていう、ね、仮におばちゃんもっとプロだったらね、すごく感じんのよ。考えようによっては、アナログの方が安全だと思うところとかね、多いかなぁ。電子系はもう全部弱いよ。おばちゃんはそれね、すごく、特にマンションなんか、ホームセキュリティがちょっと上行ってるぐらいだもん。高級マンションとかはね、そう考えると、まあ、壁も高くて、でもどう見てもよじ登れないような。で、鍵で、カチャッって開けて入って、特に二重ドアとか、そういうところの方がもう全然、今流行ってんのよ。例えば、内側の人がさ、自動ドアのところ近づいても、ドア開かないようになってんのよ。手かざして、で、その、ま、近くの、センサーが反応して、開けてくれるところとか流行ってんのよ。ああいうところは安全よ。ドアももう、ぴっちりしまって、もう、上下がもう入らないよ。そういうところね、実は増えてんのよ。あ、ここはしっかりしてるなって。おばちゃんよく感じんのね。みっ、系のマンションはしっかりしてると思う。うん。それをすごく感じる。おばあちゃん、うちの会社めっちゃやってないけど、協力会社さんがさ、ちょっとワックス貸してくれないって、定期清掃で足りなくなっちゃったんだって。
あ、じゃあ持ってってあげますよって言ってさ、住所に電話してさ、あ、じゃあ積んでって持ってってって言われて、あ、はいって言って、教育会社さんのところに、あ、はいって言った時に、チラッと見て、あー立派だわーって。これはしっかりしてるって、特にあの古い、マンションとかは、ブリ。うん、おばちゃん見て、あ、これはもう安全だってすごく感じる。私を物にしたいなら、もっと、ズビビとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。